ラムザタワーとなりあテラスプラウドタワー武蔵浦和テラスは埼玉県埼玉市南区にある超高層タワーマンション野村不動産による分譲マンションとなっているなりあテラスとも武蔵浦和駅周辺の再開発事業の一つである武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業 A ブロックの A 棟として建設された南側には B ブロックのプラウドタワー武蔵浦和ガーデンと商業施設や駐車場棟がある。B 棟のガーデンは同時期竣工のツインタワーである。両タワーの愛称はナリアとなっているため、ナリアテラスとも呼称される。1階から2階は店舗となっている。サウスピア北側にプラウドタワー武蔵浦和マークスがあるが、これは別の再開発事業で竣工時期も違う。武蔵浦和駅から、 ペデストリアンデッキで直通徒歩3分の場所にあり、3LDK から 4LDK の間取りが用意され、4400万円から1億80万円程度の価格で分譲された。4外区は武蔵浦和駅周辺の再開発事業の中では、8から1外区のミューズシティザファーストタワーに次いで4番目に完成した。2022年には田島通りを挟んで北側に18階建ての 高層マンションが竣工する予定となっている。武蔵浦和周辺地区事業概要、ありがとうございます。